今日の近藤健介さん。近藤健介さんの第一打席、見逃し三振。近藤ってくっそおられてたイメージあるけど、出塁率ええやん。ニヤニヤするなや近藤。コンスケ、横浜に来ないか。近藤の出塁率やばいな。これが柳田の前におるんやから強いわな。身の差多すぎる。なんか面白い動きしてて草。はい、7億の選球眼。7億また三振。もうええよ。完全にボールで草。ハーブス。近藤健介さんの第2打席、空振り三振。近藤さん、このブスいらんわ。こっそり7億三振。はいはい、7億7億素振り練習かな。このゴミ三振しかしねえやん。なんだこのブス。コンちゃんもホームランの魅力に取りつかれてるよね。コンちゃんひどすぎんよ。コンちゃん元同僚が投げてんだから打ってよ。近藤はホームラン狙わなくていいよ。最初らへんのつなぎの意識を思い出すんや。7億って三振多いな。吉田正尚っぽいの期待したのに。近藤健介さんの7億の守備。サンキュー近藤、守備走塁の男。7億の守備。サンキューイケメン近藤とかいう守備の人。これは7億。5億が抑え、7億が取る。落とせや勝つ。近藤健介さんの第3打席、セカンドフライ。7億仕事しろや。近藤三振多すぎやろ。近藤お前は万波やないんやで。そろそろバット当てろよ。完全に舐められてる。7億そろそろ守備以外でも仕事せ。コンちゃんホームラン狙いすぎなんよな。近藤ハム時代のフォームに戻した方がええんちゃう。近藤くんにはフルスイング期待してないねん。つないでや。近藤って長打狙いにして崩れたアキラと同じことしてるよな。近藤って選球眼いいのか悪いのかわからんな。三振多すぎて草。後ろに柳田がいるのに自分が主役になろうとするな。近藤健介さんの第4打席、フォアボール。このブッツいい加減もうちょっと打てや。イケメン予約。7億だほう。柳田に回すこと考えろ。コンちゃんホームランは捨てて。画面にイケメンしか映らない。近藤の似顔絵は美化系だな。ウサゲなら勃起をチンポさらす。いいね、7億の粘り。入ってなかったか。ナイセン。7億の選球眼。若菜は何言ってんねん。近藤はボールやと思って見逃してんねん。